カコちゃん、このまま帰って。猫。おい。こっちに来い。キカコちゃん、お願いだからこのまま帰って。さっき何を猫に吹き込んだんや。とても話し合いができる相手ちゃうのに。4つ目。ほら見ろ。なんで逃げんかったんや。猫はハンクアップしてて勝ち目なんか出ないのに。そうでもない。できれば戦わずにやり過ごしたいと思っていただけで、本当はあいつの攻撃なんて別に怖くないんだ。どういうことや。簡単だ。あいつの魔法には弱点がある。避けた。さっき撃ったビームは2発とも発射前に数秒のタイムラグがあった。威力が大きい分ためが必要なんだ。だからその隙をついて後ろに回り込めばハーネストのボタンを押すことができる。村上、それで猫にスイッチを押させるために自分が犠牲になるつもり？いや、死にたくないから頑張って避けるよ。やれやれ。わかった。小鳥、お前は？